販売終了。はい、とりあチャンネル始めていきたいと思います。11月11日土曜日。はい。えー、というわけで、えー、11月ね、第2週が終わりましたので、先に結果発表をしていきたいと思います。前年2022年対比143.8%、前年対比143.8%でした。2021年対比141.9%、2021年対比141.9%でした。 これちゃん以前の2019年対比145.9%、えー、2019年対比145.9%となりましたということで、えー、大幅増ということでね、えー、21年はまだ弁当やってましたよということで、で、19年はですね、まあ消費増税の影響で11月はね、そんなに良くなかったので、まあこんな感じでしたということですけれども、まあ営業日数がね、えー、まあ週休2日制なんでね、1日少なくて 140. パーセントね、オーバー、パーセント全部超えてきたので、わ結構ね、良い1週間だったなというような感想でございます。はい、結果だけ申しますとね、水曜日、水曜日がね、黒星で、あとはね、火曜日炸裂で、木、金、土とね、超炸裂で、今日はですね、本当にめちゃめちゃ忙しくてね、亀山花火大会級のね、超炸裂で、 え、終了しましたよ、ということでね、一気にね、え、トリマン売上げ移動平均線もね、急上昇で、維持、V 字回復しましたよ、ということでね。で、振り返ってみたらですね、11月ね、奇跡的に、えー、11月のね、一比、あの、スタートを決してね、ここ数ヶ月でワーストぐらいの、えー、ね、えー、ワーストレベルの、えー、ね、落ち込みだったんですけれども、結局、あの、負けは、えー、1日とね、8日の水曜日の2日間、 だけで、あとはね、全部白星だったんでね、うわー、いい流れ来てるなーと思ってね、日本シリーズが終わってからね、いやー、本当にいい流れがね、えー、来たなーという感じですね。はい。で、平場のね、平日もしっかりね、売り上げが作れたので、本当に、えー、いい一週間だったなーというのが、えー、感想でございます。まあ、その代わりね、えー、疲れましたけれどもね。はい。で、もう一つね、ちょっとね、背中のね、本当に、あの、心臓付近のね、 ぺ、えー、キっときてですねなんかもういろいろ調べたらですねいろんなことが書いてあってねもうでちょっと呼吸もねあの苦しかったんでうわやべえと思ってですね、まあ、ちょっと月曜日、えーね、病院行ってみようかなと思うんですけども、ね、原因がねなんかなと思ってね,、えーねまあ、ちょっとなんかまた健康不安がね出たので、えー、せっかくねいい流れが来てるのにね、えー、ちょっとね体調がね、えー、悪かったのでね えー、なんとかロキソニンを飲んでね、痛みをね、こ、え、ら、ー、えて、なんとかやり過ごしましたよという感じですね。はい。と、えー、いうわけでね、まあ、なんとか、えー、売り上げは、ね、日本シリーズ明けて、えー、また戻ってきましたね。戻ってきたのでね、えー、ありがたいことだしただ、ね、一気に、ね、寒くなりましたね、今週、えー。最高気温はね、12度とかね、まあ、そんな感じでもう本当にあの秋が本当になくて。 一気に真冬に、ね、突入したなっていうような感想でございます。まあそんな中ですね、まあ、ロングセラーのね、ラーマ、ラーマね、バター風味のマーガリンが、えー、終売になるみたいでね、マーガリン、ラーマ、えー、販売終了ということで、えー、家庭用マーガリン、ラーマの、ね、製造販売を来年3月末の出荷をもって終了すると、えー、発表しましたと、1966年。 昭和41年発売のロングセラー商品がなくなることを知った人たちからは寂しいなと、残念すぎると、えー、などね、声が寄せられていますと。えー、いうことでね、まあ、販売を終えるのは、ラーマバターの風味 300mg、3 0 0ムと、ラーマベーシック3 5 0ム同社は販売の、えー、終売の理由について、製造工場の 機械の老朽化と家庭でのマーガリン使用量が減少したことを挙げていますということでね、えー、まあ、ね、マーガリンのラーマが誕生日本に誕生してから57年と、これまでたくさんのお客様に愛されてきましたが、2024年3月末をもって販売終了、えー、販売を終了させていただくことになりましたと、1966年の生産開始から今日までの 57年間長きにわたり静岡の工場で丁寧に製造し全国にお届けしてまいりましたとしかしながら、えーね、老朽化が進み市,市場動向等も含め検討した結果家庭用マーガリンの販売を終了することにいたしましたということでね、えーまあ、まあ機械の、ね、老朽化が挙げられてますけれどもまあ単純にマーガリンがね、あのー、販売 があんまりよろしくないといととうことで、まあ、設備投資し直しても採算、まあ、が、ね、合わないというかあんまり、ねえー、売れないから、えー、やめるというような感じなんで、まあ、結局は、えーまあ、店も、ね、商品も、えーね、暇だったら売れなければ、えー、続けていけないっていう、ねえー、のは、まあ、本当に、ね、一緒だなと思いながら、ねまあ、マーガリンについてはです、ねまあ、トランス脂肪酸の、ねまあ、影響とか、まあ、よく、ね、あの TikTok とか、ねえー、SNS 等でも流れてきますけれども なんかね、あのー、私も知らなかったんですけども、えー、もうね、えーまあ、企業努力でね、まあ、バターよりね、えー脂肪あの、トランス脂肪酸の、ねえー、が少なかったり、えー、バターより、ね、少なかったりするらしいので、えー、ああそうなんだと思ってね結構もうなんかトランス脂肪酸イコールマーガリみたいなね、えーまあ、認識をされている方が多いと思いますのであ,あそうじゃないんだなというのをね 企業努力ってすごいなと思いながらもそういうね誹謗中傷じゃないですけれどもねそういうね、偽情報じゃないけれどもねフェイクニュースみたいなのでやっぱりね商品の販売がなかなかね振るわずに終売になるというね商品も多いと思いますのでねお米だってね太るから食べないっていう人もね多いし。 えー、まあ、あとなんかな。まあ、でも、バターがね、めちゃめちゃ高いから、ね、そのバターの代用,代用品としてね、ラーマを使ってらっしゃるね、方々も多かったと思いますのでね、えー、じゃあ、ラーマの代,表代用品をね、何人にしようかってね、悩まれている方もね、結構多いんじゃないかなと思いますというお話でございました。はい。えー、というわけでね、まあ、本当に、えー、売れないとね、えー、ちゃんと、えーね、ちゃんとした値段で、えーね、売れないと。 商売というものはね続けていくことができないわけなので、まあ、先ほども申したとおり、えー、商品ねこのラーマンにしてもそうですし、えーまあ、うちのねトリマンにしてもですね、まあ、売れなければ、えー、売り上げがねなければ続けていけないわけなのでやっぱり続けていくためにはね、えー、ロングセラー、まあ、このラーマンもね本当にロングセラーだったんだなと思って全,然全然知らなかったですけどね。 えー、すごいなと思ってね、もう半世紀やってたんだなと思うとですね、半世紀以上やってたんだなと思うとね、いや、ほんとすごいなと、トリマンも半世紀できるかなと思いながらですね、えー、来年のね、2月の5日で、えーまあ、18歳にね、えー、うちのトリマンもね、18歳になりますので、ああ、もうすぐだなと思ってね、えー、なかなかね、あのー、結構感慨深いものがありますし、えー、成人式、ね、まで頑張る方法とはね、思っておったわけなんですけれども、 気づけばね、まあ、今の成人の定義がですね、まあ、18歳になってますので、あもう2年ね、<laughs> 先取りでもう成人式扱いになるんだなと思うとね、えー、結構感慨深いですけれども、まあ、今後もね、引き続きね、えー、本当に続けてね、えー、商売を続けていくためにはね、しっかり売り上げを作っていかないといけないわけなので、えーね、しっかり今後もね、売り上げを、えー、ね、 ちゃんと作れるような店舗運営ね、店舗経営をしていきたいと思います。はい。で、まあ今週ね、まあビビってたのがですね、近くのね、焼き鳥屋さんがね、繁盛店の焼き鳥屋さんがですね、新築リニューアルをね、されて、そちらの方がね、まだまあ連日ね、盛況なんですけれども、そういう影響もあってね、で、まあいろんなお店もね、オープンしておりますから、まあね、その新築を見るたびにね、ああって、 <laughs> っていうね、なんかちょっとね、ため息が出るようなね、羨ましいなーとかね、で、パッとうちのね、店を、えー、またね、見直すと、えー、正面から見るとね、ボロいなーと思いながらね、まあでもしゃあねえなーと思いながらですね、えー、まあ、自分のね、与えられた武器というかね、まあ、えー、体勢でね、なんとか、えー、頑張っていくしかないので、まあね、えー、まあ、予想ね、羨んでもしょうがないからね、頑張っていくしかねえなーと、まあ改めてね、決意をしつつもね、 うわ今週めちゃめちゃ暇だろうなと思ってた矢先にね、えー、こんだけね普段以上にね、えー、忙しかったのでいやーもうほんとなんかね勇気づけられましたねもうほんと、えー、今週坊主連チャンぐらいの勢いじゃねえかっていうぐらいのね、えー、ちょっと弱気だったんですけれどもえー、蓋を開けたらですねめちゃめちゃ忙しくてああもう11月もねまあほんとえー まあ、序盤でね、えー、これだけいい結果がね、えー、残せておるわけなので、わこれ12月結構、えー、炸裂しそうだなと思ってですね、あの今、ちょっと12月をね、楽しみにしておったりするわけなんですけれどもね、まあ、予想としてはね、ことあの,今年の、まあ、12月商戦という、ね、年末商戦というのはね、結構あの、盛況になるんではないかなと、えーまあ、個人的には思っているわけなんですけれども、まあ、過去動画でもね、話しておりますけれども、あとはね、あのインフルとかね、えーまあ、コルチャンとかね、 まあそういう関係のね、で、一気に、あ、また、気温がね、寒くなってきましたので、まあ、それで、えー、まあ、私も含め、えー、まあ、従業員さんがね、まあ、えー、倒れられてね、まあ、一人抜け、二人抜けってなったら、えー、どんだけね、あの、忙しくてもですね、店が回らなくなるので、また閉めなくちゃいけないようなね、状況になると思いますので、まあね、ありがたいことにね、まあ、えー、今週はね、えー、いい流れね、ね、えー、しっかり売り上げをね、えー、作れたわけなんですけれども、まあ、今後 <laughs>、 またね、そういう流行り病とかね、まあ、そういうので、えー、まあねあの、離脱するね、えー、メンバーがね、えー、いないとも限らないので、まあ、それが今ね、一番怖いなーっていうのをね、危惧しておる次第でございます。はい、流れとしてはね、えー、予想以上に良かったので、うわー、良かったーとね、本当に、まあ、自分自身でも驚いてるね、こ、え、う、ー、結果、えー、だったのでね、うわーこれは、えーね、このね、 え流れがね、本当に年末まで続いたらいいなと思う。なんかね、本当に売り切れがね、続出してね、うわあなんか冷蔵庫、冷凍庫、すっからかんなったっ、ね、瓶ビ,ビールも全部売れてしもうた、ってね、いう感じだったんで、ああ忙しくてよかった、という感じでございました。はい。えー、というわけでね、まあ、えー、まあ、ね、これがずっと続くわけではないんでね、まあ、いつも言っている通り、まあ、こう言っててもね、えー、こう、下るときはね、ゆっくり下るんじゃなくて、もう垂直落下でストンって落ちるのが、 えーまあね、水商売、まあ、商売ですからね、まあ、一気一遊せ,せずにね、まあ、取りまわり、売り上げ、移動平均線ねアベレージを見ながらですね、まあ、アベレージが、えーまあね、高い位置で推、ね、移、えー、できるようにね、えーまあ、来週以降もね頑張っていきたいと思います。はい、えー、というわけでね、まあ、ラーマみたいにね半世紀できるような、えー、居酒屋になりたいなとね、えー、思った、えーね、そのラーマ集売の。 ニュースを見てね、まあ、ロングセラーね、えー、もう常にね、えー、あって当たり前じゃないけれどもね、えー、みんなが利用、ね、してくれるようなね、えー、そういうヒット、ヒット商品というかね、ロングセラーになりたいなと思った一日でございました。はい、えー、というわけで、チャンネル登録とグッドボタン、えー、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。はい、終わります。